Hello everyone and welcome back to the channel. So today is a very special day, and I know you might be wondering what's so special about it. Well, today we're going to be reacting to the 50th episode of Attack on Titan. A round of applause, everybody, a round of applause. Today we'll be reacting to Attack on Titan season 3 episode 13, or episode 50, the 5-0. Without wasting any more time, let's get to it. Let's check it out. 50th episode. トールマリア領は人類に残された領土の3分の1にあたる。5年前、この領土を失った人類は残された2枚の壁の中で悟った。私たちはもう生きてはいけないのだと。なぜなら人類は巨人に勝てないのだから。生き残らせ。だが、ある少年の心に抱いた小さな刃が巨人を突き殺し、その巨大な頭を大地に踏みつけた。それを見た人類は何を思ったのだろう。あるものは誇りを、あるものは希望を、あるものは怒りを叫び出した。ではウォールマリアを奪還したなら人類は何を叫ぶだろう。人類は生きていいのだと信じることができるだろうか。進め。運命は自らで決定できると信じさせることができるだろうか。ウォールマリアさえ奪還すれば。震えが。なんだ、何がそんなに怖いんだ。調子でウォールマリア奪還に失敗したらどうなる。どれだけの人が失望すると思う。また次の機会なんてもんだ。 Come on, man, relax. Hey, hi. We're back to this again. このやつがどうやって人類を救ってるんだ。 Jeez, man. このやつがどうやって。ベル、どうしたの。震えて怖いの。え、嘘だ。手が震えてるもん。これ寒いんだよ。手がなんかすっげえ寒い。そうなの。僕なんかずっと震えが止まんないんだけど。エレンって巨人が怖いと思ったことある。内門と外門だ。これによってシガンシナカを独立させ、okay. 中に残った巨人を殲滅する。我々の動きを知れば敵はエレンを狙ってくるだろう。ここにいるのはフードで顔を隠して総員100名の兵士。誰がエレンか分かった時はすでに外門を塞いだ後だ。5 years. 止まるな。
周囲の警戒を怠るな。くまなく見張れ。はい。エレン、立体起動装置が無事だ。でもやっぱりマントは持っていかれちまった。問題ありません。訓練通り次は行きます。では一門に向かう。移動時に狙われぬよう、しっかり顔を隠せ。運にあったというわけだ。しかし、どうやって壁の上にいた3人以外の石膏が存在して、いや、もっと大勢の敵が潜んでいると想定すべきで。今は敵の位置の特定を第一とする。アルエルト、君はその頭だ。何度も我々を窮地から救い出してくれた。まさに今、その力が必要な時だ。必要な数の兵を動かし、うちも周辺に敵が潜んでいないか探り出してくれ。これより、アルミン・アルエルトの指示に従い、捜索を続行せよ。Come on, you can do it. You can. 区内、区内の二手に分かれて、うちも周辺の建物を調べてください。何かあれば、音響団で知らせよ。お願いします。また大きくかけたな。いや、実績を見て判断した。彼は我々の大きな武器の一つだ。エレンたちが内門を塞ぎに来るぞ。どうする？敵を見つけるまで作戦を中断か。続行する。この敵地で長期戦となれば勝機は薄い。我々には短期決戦にのみ活路が残されている。それも全ては敵の思惑通りというなら、それに付き合うのも手だろう。まあ何も、隠し事があるのは彼らだけではないからな。どうしよう。もうエレンたちが内門を塞ぎに来る。敵がどこにいるかもわからないのに、なんで敵は穴を塞がれても出てこない。こんなに探してもまだ見つからないなんて。まずカムオンアレン、アレン、本当に何とかない。終わりなんだ。何もかも敵はいつもありえない方法で僕らの予想外から攻めてくる。僕らがいつも不利なのはいつだって僕らが巨人を知らないからだ。いつも敵はどこだ？窓です。全員で壁を調べてください。壁はもう調べたと言ったろ。どこにも隠れられる場所は壁の中です。壁の中？はい、きっと人が長い間入っていられる空間がどこかにあるはずです。なぜそれがわかる？ We've seen it before。 勘です。お前、今がどういう時だかわかってるのか？そんなことにかける時間はないんだ。しかし敵はいつだってありえない巨人の力を使って僕たちを追い込んできました。誰でも思いつく常識の範疇にとどまっていても到底敵を上回ることはできないのです。作戦中止の合図。総員、壁の上に散らばって待機だ。了解。時に厳格に、時に柔軟に。兵士の原理原則にのっとり最善を尽くせ。指揮系統を遵守せ。我々は勝利するためにここに来たのだ。再び二手に分かれ、壁面の調査を。扉の上部から
ってて。これじゃ強襲作戦の意味がねえけど。アルミ、また何か考えか。いつ何時エレンが現れても対応できる位置、常に状況が見渡せる位置。もしそんな資格があるとすれば、壁の中しかない。僕らが壁の中の巨人を知っていると敵が知らないなら、そんな発想はしないと踏んでいるなら、あるよ。ここだ！ここに空洞があるぞ！Episode 50 done. The battle to end all battles is about to begin, and I'm here for it. I can't wait. So this is where I leave you guys. So until the next episode.